さあ、ありがとうございます。タイトル、まあいいや、なんか公開を語った労働話さんについてということで、全然面白くない真面目な話なんで、笑いはあって期待してください。あとはい、次、リオって名前です。DNA という会社で働いてます。で、このモジュール、まあ皆さんご存知だと思いますが、FC の、初日、前夜祭に和子さんがリリースしてましたけど、すごいいいモジュールです。DSN にホスト名書くと、IP アドレスに勝手にこう変換してくれると。で、キャッシュの部分を差し替えられると。で、これが、まあ、何がいいのかということと、何が良くないのかということが多分分かるようになるはずです。はい、次行きます。で、ハイアバリリティとロードバランサーということで何なのかと。で、ロードバランサーも皆さんご存知こんな感じ。で、ハイアバリリティ、まあ、公開を買って、要はユーズチェックしてサーバー外すよねということで、まあ、大体似たようなもんですよと。で、どこで使われるかと言いますと、まあ、例えばユーザーのリクエストを、ウェブサーバーに振り分けるとか、ウェブサーバーからデータベースに振り分けるとか、あとは、ま、例えば、ウェブサーバーがまた API ぶったたいて、その結果使ってやってるとかいうところで、まあ、使われてて、まあ、いろんなところで使われてますね。どういう実現方法がありますかと言いますと、まあ、例えば、こういうビッグ IP サーバーエアみたいな箱のロードバランスだったり、皆さん大好き LVS、まあ、あとは例えば HA プロキシとか、Apache のモッドプロキシみたいなのとか、まあ、NGX みたいなのもある意味、リバースプロキシもプロキシみたいな感じですね。でまあ、あとは Amazon 使ったら EAB とか、でまあ、弊社では MyDNS というのをちょっと一部使ってたりしますと。でちょっ と,、利点欠点みたいなのをまとめてみると、すごいいろんな意見は、異論はあるとは思いますが、ちょっと簡単にまとめると、まあ、ハードウェアロードバランサープロキシー系っていうのはインライン型みたいな感じ で DNS というのはちょっと分かりづらいのは後で説明しますけど、要はプロキシーを挟まないようなロードバランシングになっています。でまあ、いいとこ悪いところがあって、まあ、ハードウェアが例えば高いとかですね。で、プロキシー型はすごい使いやすいんですけど、パフォーマンスに、まあなんか、例えば、そのプロキシーのプロセスの数が制限されちゃったりすると、ちょっと困ったりとか、いろいろ出てくると思います。ということで、ちょっとこの DNS のパフォーマンスがいいんじゃないかって思ってるところをちょっと話します。で、DNS の、プロキシーがないっていうのはどういうことかっていうと、まあ要はこういうことですね。最初のリクエストというか、リクエストの前に接続先を決めるために DNS に問い合わせますと。で、その結果、まあ、例えばラウンドロビン、DNS のラウンドロビンって、まあ、古典的な手法ですけど、これをインターナルで実はうちは使っていて、まあ、こういう感じでその、いろんな情報、違うな、どのサーバーに使うかっていうのをラウンドロビンで振ってあげると、そのロードバランシングができるし、外すこととかも DNS から消してあげれば外れるってことで、で、この真ん中に薄く書いてあるロードバランサーさっきあったやつがなくても、ウェブサーバーから DB に直接なるってことができて、すごいプロキシーがなくて嬉しい気がしてます。で、あともう一個キャッシュですね。まあ、さっきの風倉さんのモジュールのところにつながるんですけど、まあ、キャッシュ、DNS の情報を、まずキャッシュ、この赤い線がサーバー1個の中だと思ってもらって、で、サーバーの中にあるキャッシュを見て、なければ DNS に問い合わせて、つなぐみたいな感じでしとくと、キャッシュがヒットしているうちは、DNS のことは問い合わせなくていいし、すごい DNS サーバーの負荷分散にもなりますよねと。まあ、ただキャッシュってすごい難しくて、まあ、さっきのヘルスチェックで DNS から外しましたと。ただ、キャッシュの方に、更新が伝播するのがちょっと例えば漏れてしまったという場面で、こう、整合というのが達成しているのがすごい難しい問題だなと思っています。で、これに対する解決策として、最近僕の中でマイブームなのが、クライアントサイドの DNS ということで、さっきのちょっとずっと見比べてほしいんですけど、外にこの DNS であったのが、サーバーの中に入っちゃう。で、このサーバーの中にある DNS で聞けば、DNS がヘルスチェックしてるんだから、もうそれで外れて、別にキャッシュとか考えなくてもいいよね、という素晴らしいソリューションですね。まあ、ただ問題はあって、ヘルスチェックがめっちゃ多くなると。まあ、要はこういうことですね。サーバーはやっぱりウェブサーバーいっぱいあるので、全部の DB サーバーに対して、全部のウェブサーバーからヘルスチェックがバン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 取るって感じになって、これなんか増えてくるとなんかやばそうな匂いがします。で、これに対するソリューションっていうのが、イベンチャルコンシステントということで、DNS サーバーをヘルスチェックする人を一つにして、で、ヘルスチェックした結果を、非同期で全サーバーにばらまいてあげると、すごいんじゃないかと。これだったらヘルスチェックはいいものですと。で、どうやってやるのって言ったら、マイネース使うと、レプリケーションが使えるので、実は簡単に実現できますと。ということを考えていて、すごいいいところは、クライアントは全部してるので、何も問い合わせなくてもクライアントだけで情報が処理できますので、イベンチャルにはコンシステント PC が保たれていて、で、あとアプリケーションを選ばずに、アプリケーションサイドでさっきの風倉さんのモジュールみたいに、キャッシュする必要がないので、どんなアプリケーションでも使うことができますと。で、悪いところは、なんかこれやりすぎでしょうというところと、まあ、非同期でベータマックって、デプリケーションちょっと難しいよね、ということで、DNA にパールモンガーとプレイシンジェラーを求めてます。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。